吉田さん、カタログが2つあります。あの、水や空気が無料だった時代ってあるんですよね。でも今は水はまあ有料ですし、空気もね、場合によっては有料なんですよね。まあ、というのがね、私が小学生の頃ですけども、ハワイの空気っていう缶詰が販売されてたんですよね。冗談みたいでしょ。それはハワイに行ってハワイの空気を缶にパッケージしたものを日本で売るっていうね、冗談みたいな商品なんですけども、実際ハワイの空気っていうのが売られていたんですよね。で、パカッと開けるとハワイの空気がポワッと発散して終わりというね、まあ、何も感じないですよ。ただ缶を眺めて、おー、これがハワイの空気かっていうところに付加価値があったという。まあヒットはしなかったんでしょうけどもね。あれがヒットすると、じゃあカイロの空気とかね、南極の空気とかね、いろんなものがあったと思いますけども、まああれから立ち消えになったと思うんですよ。ということで、空気にだって値段がつくってことです。まあビジネスとしてはうまくいかなかったみたいですけどもね。まあけど、なんですかね、アクアラングとか言って、海底に沈むときに空気を背負っていくじゃないですか。まあ有料ですよね。で、今回はこの車のカタログです。まあ言うまでもなく、ポンティアック、つまりトランザムのカタログなんですよ。こちらの方は1984年のカタログです。まあ、こういう風にね、車が出てますね。なかなか貴重品ですよ。シートの情報があったりとか。はい、これトランザムです。ファイヤーバード。ね。で、私の乗っているトランザムはどこに乗ってるかというと、これですね。私の買ったのはこのタイプですね。まあ、1984年なんで、私のが1983年ですから、こっちのカタログを見ることになります。毎年出てたんですね、だから当時。今はポンティアックっていう会社はありませんけども、当時は柳瀬が仲介してたんですね。こちらにはね、まあ、トランザムの、ほら、グレードによってはこうやってセダンみたいなタイプがあったりね。セダンみたいなタイプですけども、ツーシーターですね。これはセダンです、完全に。4枚の扉。で、私が買ったのがこれですね。83年式。全くこれです。ナイト2000、トランザム7000とかね。ナイトライダーが放映されたところを CM に挿してやったのがこれですね。まさにこういう俳優さんが出てきてやってました。まあ、あの、日本ではね、スープラの70ってやつがこれにものすごく似てますけどね。まあ、スープラっていう車は日本国内販売向けというよりも北米向けで出したんですよ。ヨーロッパとか。まあ、だからこういうデザインが向こうに似てたんでしょうね、きっとね。ノーズがグワッと大きくって。はい。今回なぜこれを出したかというと、これはね、まあ、今手に入りませんので、中古市場で買えることになるんですよ。でも多分、このカタログって当時、1983年とか84年は、多分これ柳瀬に行ったらね、タダでくれたと思うんですよ。さあ、そこでなんですよ。このトランザムのカタログにかかわらず、車のカタログって型落ちするとすぐに手に入りにくくなるんで、ショールームに行って毎年カタログをね、いろんな車のもらってきて、で数年後とか十数年後にそれを売るっていう人もいるんですよ。これまさに無料からお金を生む代表的なビジネスですよね。私もね、トヨタのショールームに行って、なんかこうミニカーとかもらえたりするんですよね。まあ、それをヤフオクとかで売ったことがあるんですけども、500円とか1000円とかになるんですよね。まあ車によっては希少価値がついて、要するに車があのトミカでもなくって、どっかのプラモデル、バンダイでもなくって、そのメーカーから出るのって珍しいんですよね。しかも車の形式によってはものすごく希少車になるんですよ。プラモデルが、プラモデルっていうかミニカーがね。だから思わぬ値段がついたりするんですけども、でも入手はタダなんですよね。こういったカタログみたいに反則物としてお客さんに配ってくれたりとかね、試乗会とかで、まあ、くれたりとか、ボールペンとか帽子とかくれるんですよね。なんかね、マーチンとか高級車のところに行くとブルゾンくれたり、アタッシュケースくれたり、万年筆くれたりとかっていうのもあるみたいなんですけども、これはね、誰にでもくれるんじゃなくて、やっぱお得意様とかね、購入経験がある方とかが来た時にみたいなとかね。で、私
アメックスカードのプラチナを使ってるとたまにねインビテーションが来て、で、なんですかね、試乗会とかに呼ばれていくんですけども、その時にもらったりしましたね。今はそういうのないですけども、はい。ということで、無料のものからお金を生む方法っていうのは結構あるんですよね。で、私はこのカタログを、自分がトランザムを買う時にやっぱこう当時のカタログ欲しいなと思って探してですね、買ったわけなんですよね。で、見たからどうってことはないんですよ。ああこんな感じだったのかみたいなね。まあけど、こういったカタログを見ることによって自分の、まあ、トランザムがさらにね深みを増して好きになったり、お、コピーがありますね。いいものだけを世界からって、やらせですね。世界からいいものだけを日本に持ってくるよみたいなコピーだと思います。まあけどこのねカタログをね YouTube で紹介しても面白いかもしれないですね。で、私のようなファイヤーバードトランザムを持ってる、乗ってる人はいますけども、何人か。こういった同じシリーズでもこういうね変な車乗ってる人いないでしょ。でもポンティアックの同じ時に発売されたシリーズなんですよ、これ。これに憧れて買った人もいるんじゃないですか。若干ほら、トランザムのイーグルアイみたいな感じですよね、ここが。まあ、これも語ればキリがないですね。で、スペックとかも出ていますから、ね。当たり前ですけど。こうやって確認することができると。はい。まあ、まとめるとね、情報っていうのは古くても欲しがる人がいるってことなんですよ。で、古いと市場価値は失われて、情報がものすごく見つけにくくなるんですけども、見つけにくくなることで価値を帯びるってことがありますよね。まあですんでね、こういった家電とか、まあ車が主ですけども、車の中古カタログって持っておけばそのまんまそれが財産になるんじゃないかなと思いますね。これからガソリン車の規制が始まると、まあ、ガソリン車が市場にもしかしたら流通しにくくなるかもしれません。そうなると、一部のガソリン車マニアがどうしても欲しいっていう車種がね生まれてくるかもしれませんし、最近伊藤和恵さんのね、あの女優さんのシーマが30数年を迎えて、日産が伊藤和恵さんに直接アプローチをしてですね、レストアして生まれ変わった当時のシーマをまた伊藤和恵さんが乗ってるみたいなね、あのシーマの出始めの頃のやつを未だに乗ってるんですよ、その1台をずっと。で、伊藤和恵さんシーマ大好きなんで、何よりもの日産の CM だってことでね、レストアしてもらったらしいですけども、だからああいう風に車っていうのは不思議ですよね。最新型じゃなくてもその車が好きで乗ってる人がいると。で、私もそうですけども、20代の頃に憧れた車があったけども、セルシオみたいなね、その時はとても乗れなかったんで、人生の後半で余裕ができてから、あ、今なら乗れるなって感じでね、40代50代で乗り始めるみたいな、そういうニーズもありますから。当然生産がされてないんで中古市場から探すことになりますけども、そうなると一瞬トレンドから外れたかつての名車がまたね人気を盛り返してきて値上がりするみたいなこともあったりするんでしょうね、きっとね。はい。情報ってのはだから古くても価値が出てくるということもありますので、本当に情報の扱い方一つでですね、富を得たり富を得れなかったりするんだろうなと思います。まあ最近のねロシア・ウクライナの戦争も情報戦って言いますけども、本当にねこう客観的に私たちの視点から見ると、ロシアが悪い国、ウクライナがかわいそうな国、そしてそれを守るべくこう騎兵隊のようにやってきたのがアメリカ、NATO、ヨーロッパみたいな感じで見えますけども、でもねロシアがただ一方的に悪人に見えるっていうのを知っていて無慈悲な侵略者をやるかなと思ったら、そうばっかりじゃないぞと。で、今回の軍事侵攻も元を正せばね、ソビエトが解体された後に、EU とかそれから NATO 北大西洋条約機構ってものが、かつての社会主義国をどんどん取り込んでいって、いわゆるこう勢力図を変えていってね、ロシアの国境付近まで侵略してきたって見えるわけなんですよ。でも実際は元ソビエト連邦だった国一つ一つのね、国がですね、自分たちの意思でこのまま社会主義の国を続けるのか、
資本主義の方にシフトするのかってことを決めたんで、それはちょっとね、そのいうふうに考えたらロシアちょっと今回横暴じゃないかなとも思いますけども、まあけどね、社会主義国家、独裁国家って指導者が優秀だったら優れてるんですよね。で、自由主義経済、私たちのような資本主義経済っていうのは、なんて言いますか、最悪の結果は避けれるっていうだけなんですよ。でも多くの普通の人が代表者を決める、権力者を決めるんで、そのほとんどが失敗に終わるんですよね、権力者を決めることに。で、しかも権力者を決めることすら権利として放棄する人間も出てくるんで、投票率が 50% とかね、そのうちの 30% ぐらいの人が支持した政党が国の全ての行く末を握るみたいな、こんなアンバランスなことが起きてくるわけですよ。で、しかも政治権力は世襲制といってね、親の職業を子供がなんとなく継ぐみたいなことで、親が政治家をやってると子供も当選しやすいっていう素地がありますから、なんか能力のない人がね、延々と国の権利を握るってこともあって、で、能力の高い人っていうのは政治家になるのバカバカしいんで、自分だけ豊かになって自分だけ自由になっちゃうみたいなこともあるわけですよ。だからね、やっぱ有名な経営者さんとか腕利きのまあなんですかね、コンサルタントさんとかがいて、いや、この人が総理大臣やればいいのになって思う人はやんないわけですよね。ビートたけしさんなんてよくね、総理大臣になってほしい人に選ばれますけども、でもビートたけしさんは個人的に総理大臣やるよりも自分の人生を謳歌した方がいいわけですから、自由な人生をかなぐり捨てて政治家になる不自由とかね、不当なバッシングの中に飛び込むなんてのはバカらしくってやってられないですからね。むしろ何の能力もない人は政治家になって一発逆転するんじゃないかなと思っちゃいますね。はい、ちょっと話が別のところ行きましたけども、まあ情報はね、お金になるということでございます。まあ無理やりこじつけるとしたら、政治家さんがどうして当選するかっていうと、情報を扱ってね、それっぽいことを言ってるからですよね。そして自分っていう情報が多くの方に知られているからだと思うんですね。はい、じゃあこんなところで今日は以上です。